にちは、ゴルフダイジェストのやすこです。そして今回は岡山ユースプロに来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、上達するための新提案をいただいたので、うんうん、ちょっと今日はそのお話をぜひお願いしたいなと思うんですけど、はいはい、めっちゃすごい装備ですね。そう、完璧ですよ。これで、はい、マーチャーの皆さん多分 80% ぐらいこねる悩みあると思うんですけど、はい、それを今すぐ撃退するこのこいつですね。すごい、すごい。これツアーローテーションスティックって言って、はい、グリップエンドにこう、うん、ネジでこう止める。すごいですねこれ。でこれとプロセンダーですね。プロセンダーをこの2個でね、2個でこねないローテーションっていうのね、皆さんに体感してもらうと。おー、早速いいですか。はい、はい、まあ、要はこのプロセンダーっていうのは、はい、この、右の手首がねこうくっつくようになってるんですけど、こうやって、うん、でここにくっついた状態で振ってくださいねっていう練習器具です。で、はい、そうすれば手首こねた人は離れてますよっていう、うん、こねる人はこう離れるいうことなんですよ。こうハンドファーストですよね、うん、でこうやってこねるとこねる、うん、ロフト寝ちゃうんでっていうローテーションを覚えるのと、これですね、あの、はい、ツアーローテーションステッキがあると、はい、これ当たるんですよね。あ、当たるから分かる。これを当たらないように振ることで、振ることでハンドファーストとローテーションを覚えると、離れた時に当たると。あ、確かに。そうだから、この2つでもうめちゃくちゃ感じがあるの。こっちとこっちにもなんか警備いるみたいな。あ、僕も動きませんみたいな。ショットなんかで言えば、こっからこう来て当たるじゃないですか、ハンドファーストで、はい、で当たったらこうやって自分に当たらないように返してくるんです、こうやって。あ、これね結構むずいと思いますよ。あ、そうなんです。で、実際にフルスイングで、はい、これに当たらないようにやったらやりすぎなんですけど、ローテーションっていうか、あのハンドファーストね、はい、でもこれぐらいできないとこねてる人は治んないです。これね、僕もやったんですよ昔。あ、こんないい商品がなく僕はこれをあの覚えたんですけど、これあるんだったらもう何年早くできたんだろうという感じですよね。なるほど。こう、おちょっと打ってみましょうか。はい、お願いします。まあアプローチなんかから最初皆さんやってほしくて、はい、アプローチでこういう感じで自分に当たらないように。あ、そうで、今の距離30ヤードとかそれぐらいの場合はこの、まあ、ずっとキープしててもいいですね。これあのプロセンターずっとくっついたまんまでもいいぐらいの感じです、感覚的には。はい、なんで、まあ、これでもちゃんと覚えると、全体当たんないように。で、ちょっとでもこねるとこうやって当たるんです。本当だ、ちょっとトップしちゃったりとか。そう、でもくねってなんか痛くないですね。それがいい。で、フルスイングだと、まあ、フルスイングで思いっきり振ると絶対当たると思うんで、ゆっくりで、はい、こっからゆっくりでこうやって自分にできるだけ当たらないように。なるほど、クラブの動きを、そう、動かし方みたいなのを、そう、を覚えてほしいですね。こう上げて、こっからこうやってこうっていう感じ。これね、やった人しか分かんないですよ。これね、めちゃくちゃね、もうこう感じますから。え、ちょっとやってみてもいいですか。はい、どうぞ。まずアプローチからやってください。はい、危ないんで、はい、上げて、あら、上げて、はい、そう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 、そういう感じ、そういう感じ。ここくっつけとくっていう。ちょっとポキポキなった。いつもよりキープしてんじゃないですか。いつもよりしっかりキープしてる証拠する。はい、行きましょう。はい、あ、今当たりました。ちょっと当たった。ということはやっぱちょっとうんって言ってるってことですね。そういうことか。そう、あの、当たってるってことはこうやってこねてるのもあるし、足の量が足らない、足の回転量が足らない。腕だけでこういっても当たっちゃうんだよ。あ、そういうことか。ちゃんと右側にこういるつもりで、自分のこの正面のちょっと右側をキープしながら足で回転させると絶対当たんないです。当たんないですよね。そう でこのまんまこっち来ると当たんないんですけど、ちょっとでも足止めて手でいくとちょっと当たるんですよ。あ、そうか、うん、それもあるんですね。だから今の見てるとそっち系ですね。もう一回いきます。はい、お、まあまあ、まあまあ、いいですね。まあまあ、まあまあ、いただきました。それぐらいやると、まあ、動画で見ると意外に普通。え、本当だ。なんかもっともっとこう激しくね、やってそうだけど。そう。
じゃあフルスイングいきましょうね。はい、はい、まあ上げますね。はい、で足使いながら振る。で、はい、で肩残しておいて、で、はい、こっからこういうローテーションなんですよ。え、こう、はい、えって思いません？なんか当たんないようにするには、はい、こう来てこう来ますよね。じゃあこういう感じなんですよ。ちょっと立てるみたいなイメージですか？そうで、手首がこう折れた状態で回ったらこれ絶対立ってるんですよ、普段より。確かに、こうしてそうこうか。そう、そしたらヘッドこうやってこっちな感じしません？こっちじゃなくて、確かに、さっき僕やったやつ、はい、離れないで当たんないようにするにはこうやってやる。めちゃくちゃめっちゃ縦にイメージでは。でそれを動画上で普通に振った時に見るとちょうどよくなるっていう。そうなん、これ僕ね、よくレッスンで言ってるんですよ。はい、それをね、体感できちゃってるね。すごい、はい、そこからこうやって、はい、そこから立てる。そうで、そう振ると何この軌道ってなりません？なります。そう、こんなことやったことないよっていうことはこねてる証拠で、でこれを普通に振って、あ、まあ確かにこれ大げさだけど、あ、こっちの方だよねって、それより逆のこっちはダメで、まあ、こっち寄りに振ってますって思った人はできてる。あ、はい、なんか今までなんかこう、うん、そっちやってますよね。そう、まあ、もう離れるし当たるし、そうなんか左右からダメだよって言われてる。そうもうだからここにボディガードですボディガードで、ね、じゃあまずそもそもの話で言うと、はい、こうなんで上に感じるかっていう、はい、ちゃんと立ってこうやって振った時が横って言いますよね、はい、じゃあこれをね、こうしますね、こうして同じように振ったらこれってどっち思います？縦、これ縦になるんですよ。確かにですよね。で皆さんね、これぐらい起きた時の横を前傾しても使ってるんですよ。横ってやってません？そうするとどうなるかというと、これ横じゃなくてこっち振ってるんですよ。あ、そうだ感覚上 ね、はい、そうだから前傾した分こうやって振って縦に感じないと、プロはえそんなことないって言うんです。こっちですって、うん、左に振り抜けって言うんですけど、僕めっちゃこねてこういう人だったんでこういう人が言うんだから本当ですこういう人が上手くなったって、僕未だにこっちですから、イメージは。いや、だいぶ思ってた軌道と違いました、うん、飛距離が出ない、ずっと出ない、手首がこねる、ずっと治らないっていうのはこの2本で治る可能性ありますよ。もう今グサグサってきました、うん、だって、はい、その全然違うじゃないですか。違いました。それを体感しないんだったら正解の道じゃないから、何年やってもうまくいかないですよね、うん、だから練習器具のいいところは正しいプロのまっすぐを教えてくれる。まっすぐはこっちなんですよ。それをずっとこっちまっすぐですよねっていうルールでやってたら一生これなんですよ。まっすぐってそっちですかって言ってそれ信じてやればプロみたいになる。おお、個人的に、はい、あのコネ王なので、うんうん、これだけだとちょっと分かんないんですよ。あ、ね、両サイドにボディーガードですねこの子必要ですね。この子このダブル使いいいですね、うん、いいですね、はいはい、結構やっぱこねてしまう人とか、うん、さっき言ってたあのスイング上達したいとか、うん、そしたらちょっと2つ試してもらうのもいいかもしれないですね。はい、思います。はい、ありがとうございます、はい、結構皆さんもぜひ試してみてください。はい、ありがとうございました。さよなら。はい、お疲れ様です。これめっちゃいい。めっちゃいいですよ。面白いです。絶対売れる。